こんばんは、ゆまるでございます。今回は緊急で動画を回させていただいております。というのが、まあ、サムネにもあったかもしれませんけど、若干ちょっと釣りが入ってるかもしれませんけども、なんとですね、私今まで住んでた家から家を買っちゃいました。はい、ということでおめでとうございます自分で言うなって感じだけどね。というのが、ちょっと外見は見せられませんけども、なんだかんだこの YouTube の収益があったおかげ、皆様のおかげで、この家の、まあ、結局ローンなんですよね。ですけど、それをこうやって新たに買えるっていうことができました。まあ、ある意味 YouTube ドリームかもしれませんね。で、今回はそういうことで、今回、我が家のルームツアー開催したいと思います。よろしくお願いします。はい、ごめんなさい。外観の方は映せません。やっぱ周りのこともありますしね。一応この辺から映させていただきます。はい、いらっしゃいませ。ようこそフェマール系、ようこそいらっしゃいませ。ということで、まあ、福井県の、某所でございます。で、福井県って、ね、どうしてもやっぱ土地がお安いもんですから、結構大きな家が買えてしまいますんですよ、ね。都会ですとね、やっぱ土地単価が高いんで、その分家の方も狭くなってるっていうことも多いかもしれないんですけど、この辺はもう土地単価がすごい安いんで、その分も家にお金をかけられるということでね、こういうことになっております。じゃあ、まあ、ざっくりいきましょうか。で、やたら扉が多いんですね。そうです。じゃあまずこちらの方から。で、また今日引き渡しされたばっかですから、何も置いておりません。で、誰もまだ入っておりません。はい、こちらの方がまず、リビングになるかな、こちらね、なっております。はい、こんな感じですね。で、こっち行くとまだ真っさらですから、広々として見えますけども、これ物置いていくとね、だんだん狭くなってきます。そしてこちらが、ダイニングキッチンですね。まあ、地区ちょっと年数がね、やっぱ20年近いんですよ。でも、すごく綺麗に、前のオーナーさんがめちゃめちゃ几帳面な方なのか、すごい丁寧に使われてますんで、綺麗にされております。はい、こちらが一応、どんだけがね、全部で、12畳かな、こっち含めて。な、一応ダイニングキッチンということになっております。で、こっちがリビングということで、ちょっとこういう感じで扉みたいなのになってますけども、これ合わせると結構広いですよね。はい、台所でございます。この辺はサラサラっといきますね。いやー、嬉しいですね、本当に。こっちは、こういう感じです。あ、まあ、隣の家が映っちゃうんで、やめときましょう。はい、で、ドアばっかでしたけども、ここを開けることによって玄関に行きます。ドアだらけ開けてもドアだらけ、迷子ないですね。で、こちらが、脱衣所とお風呂でございますね。いいですね。こちらおトイレです。おトイレはまあいいや。ドアばっかですけど、これも収納ですね、これね、クローゼット的な。そして、はい、こちらの扉やね。まあ、一応こちらの方はガラリと和室でございます。まあ、こちらの部屋はどちらかというと、私はこのお客さんの部屋にしようかなと、応接的な部屋というかに関して使おうかなと思っております。電気電気。そして、前の家主さんがなんとお仏壇を置いてってくれましてね、お塩抜きしていただいて、ほんとご立派な、助かりますのと。で、うち浄土真宗なんですけども、同じお仏壇だったんで、すごく助かります。そして、特別初公開ですけども、これ私、子供の頃のフェマールさんです。で、おじいさんですね。はい、秘蔵映像ですね。はい、和室でございます。行って戻ろっか。で、靴箱のあそこ物置ですね。お2階は後にしましょう。またリビング戻ります。そして、このお家の特徴として私すごく気に入っていたのが、
あ、 YouTube クリエイターとしての家として使いたかったんですね。で、 YouTube と私が、まあ、自分で言うのなんですけども、あの YouTube のクリエイター棟っていうのがあるんですよ。はい、それがこのリビングからの和室の、あとでお庭行きますね、この渡り廊下を渡ってですよ、ここですね、ここからがさっき私の城でございます。 YouTube クリエイターでございます。何の話やねん勝手につけてる名前ですけども、っていうのがこちら側っていうのは増築部分なんですね。こちらね、本来はこちらのここから草木はもう昔は外だったんですよ。でこっちは壁だったんですけども、この子を新たに作られたわけですね。新築されたあと10年後ぐらいにここ建てたのかなっていう場所なんですね。じゃあまず何をもって YouTube クリエイター等と私が言ってるかというと、ここは一応私のお部屋になります。じゃじゃーんと、はい、私のこちらお部屋になります。13畳ぐらいあるのかなこれで、今ガラーンとしてますけども、で畳が なぜここだけ畳あるんだよくあるんですけどねっていうお部屋になっております。で何をもってそういうことを言ってるかっていうと、ライブを お家からのライブっていうのをバンバンしたいわけですよ。まあここに椅子を置いて、まあ、こういう感じですかね、ライブするとすると。こういう形で、まあ、ライブをさせていただきます。今までの家、ちょっと狭かったんですよ。で、もう、なかなか、ライブを夜やる環境じゃなかったんですよね。それもあって、こういうお部屋になりました。で、まあ、ここは、まあ、そのうち、家具とか置いていったら、変わっていきます。私の作業スペースってのは、ここになりますね。まあ、ここにデスクを置いて、パソコンを置いて、で、まあ、仕事スペースはここと なります。この凹んだ部分ですね。ここに一体が私のワークスペースとなっております。っていう風の計画です。ということで、まあ、ここでまあ集中して、まあ、編集作業やら、まあ、他の仕事とか、まあ、ちょっと他のちょっと仕事もあるんで、ここでやることができるのが結構離れなんでね、すごく落ち着いて、作業ができるという環境、そしてライブをしても、まあ、そのご家族にはそんなうるさがられない、夜中の3時だろうが管まこうが問題ないという感じです。で、外見せられませんけども、この外、この住宅街ね、私自分で言うとなんですけど、ちょっと若干高級住宅地っぽいところなんですよ。まあ、深くは言えないんですけど、家と家の間もめちゃめちゃ離れてるんですね。で、めちゃめちゃその何十区画もお宅はある分譲地なんですけども、その家と家の間が離れてても、必ずなんかこの道路があるんですよ、なんか遊歩道みたいな。ですので、まあその窓なりのこのすぐそこにお宅があるとかそういうとこじゃないんですね。なのでめちゃめちゃその辺は夜でもライブ配信しても、まあ例えばここで、なんだゲーム配信でもしようもんならここでもできるかなっていう感じの部屋でございます。これはまた後々、この辺に関してはまあ今後もまあ公開していくと思います。はい、次なるは、まあ、この辺からはね、ここでもこれ結構広いんですけど、これ納屋なんですね。実は納屋なんですけども、作業部屋になるかなというか、それはやらんかもしれないんですけど、ここに作業台を置いて、なんかそういう工作的なこともできるかなっていうスペースもできますし、まあこの辺の格差はちょっとよくわかりません、今のところ。とりあえずここは物置なんですけども、立派にここで寝れることもできますんで、一つの考えとして、今のところまあ今空き部屋なんで、ここは作業台を置いて、まあまあやらんと思うんですけど、こういうパソコンの組み立てとかね、やっている部屋とかさ、車の部品をなんかいじくる部屋に作るとかってのもできないかも、できないとも言い切れないっていう感じですね。はい、で次なるこちらのお部屋になりますと、こちらも納屋ですね。でもこの部屋でもね、結構これで4畳ぐらいあるんです。ここでも過ごせなくはないんですけど、ここはまあ物置でございます。で、ここはまあ押し入れとなっております。で、私的にですけども、もともと僕車大好きなんですよ。
めちゃくちゃね、まあ車ネタの YouTube してるわけじゃないんですけども、まあ家にガレージが欲しいということで、なんとここですね。プチプチ、どのスイッチかわかんねえ。はい、ご会長です。ガラ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 、なんとインナーガレージがあります。これ嬉しいんだよね、めっちゃくちゃ。本当に嬉しい、めっちゃくちゃ。広くはないんですけど、まあここちょっとさっきのお尻の出っ張りなんですけども、まあこうやって車を置けますしね、車いじる企画なんかするときなんかやったら、まあここ1台、まあもう1台、1車、あと2台か、パジェロミニットもう1台あるんですけど、それはまあ外置いといて、ここでそのいじくってるそういう作業動画とかも作れるかなと思っております。これだいたいね、マジでインナーガレージめっちゃ欲しかったんですよ、本当。ここは低いんですけども、それでもフリードの、まあアルファードはここは無理だね、フリードならここは入ってきますね。そして面白いのはここなんですよ。ここなんですけども、床下収納みたいな、これちょっとなんかいろいろ置いてあるけど、これ前の家主さんが言ってたんですけど、これなんだ、スケボーですか。この中見ると、まあ今は見えないでしょうけど、まあこうやって、この台車はともかくですけど、この台車を使ってこう、ここにタイヤを置いて、こう、カラカラカラってやるためのものだったのかもしれませんね、もしかすると。ちょっと外から見せられないのは残念ですけどね、本当。そしてなんとこれリモコンです。これ電動シャッターですよ。すごい。これなの。ねえ、嬉しいですよ。本当車好きにはたまらんじゃないですか。インナーガレージでね、でインナーガレージでこのね、大型のですから一枚物っていうのもまた素晴らしい。外から見せてあげたいぐらい本当に、ね、残念です。外は見せられないんですよ。私は夜遅く帰ってきて、まあ、夜中なんかどっかで不倫して帰ってきて、こうやってしなっと帰ってきても、そこからさーっとこう入ってきて、さーっと何事もなくここで仕事してるふりして、まあアリバイも作れるわけですよ。ごめんなさい。という、まあここは YouTube に特化した離れでございますか。これがいいんだよね、マジで。ほんと外観見せられないのが残念だ。じゃあもう今だけですよ。もうこれまだあの引っ越し作業してないから見せられますけども、まあ、プライベート空間2階の方へご案内いたします。まあ、2階はうちの家族が個別で住む部屋ですね。はい、またドアだらけ。トイレ、な今だけですわ。ここは隠れキャラ奥様の部屋でございます。で、小僧メープル、あ、じゃあ小僧、おにぎりくんの部屋がこちらになります。空いてる、今だから映せます。そしてこの部屋の特徴がここに隠し物置きがあります。ここだけで寝れますよね。おにぎりの秘密スポットでございます。ちょっとここだけ見せてあげよう。はい、で最後にメープルさんのお部屋ですね。ほんと今だけですよ、こんな公開できるの。ちょっとこの部屋を暗い、ちょっと暗いんでください。はい、ここはメープルさんのお部屋で、まあ、こちらにベランダがございます。あんま外は映せませんのでご了承ください。まあ私としてはね、こうやって YouTube で収益こうやって買わせていただいてるのが大半大きいんですよ。でまあちょっと今見てもらうんですけども、私もこういう3年目かな、 YouTube のこういう収益化としてやってるのは3年目ぐらいなんですけども、こういった画像の動画をいつも撮っております。まあ、国道とか廃業とかですよね。ねんですけども。まあ、ちょっとね、危険なこともしてるところはありますけども、私的には結局、楽しんでやってますんでね。
今全然苦ではないんですけども、そんな中で、まあ、皆さんのおかげでこうやって、まあ、ご立派なお家を買うことができました。そしてまあこちらの今流れてる動画のような、まあ、ことは今後もやっていきますし、でサブチャンネルの方でもこの今見ていただいてるようなライブ配信とかやってます。ドライブライブとかね、そういったのでも結構周期上げさせていただいてますので、助かってきます。まあ自分的には10万人いってないのはちょっと悔しいところなんですよね、だからもっともっと頑張らなきゃいけないなと思っております。じゃあそれでは最後、外観はあまり映せないとは言いましたけども、お庭だけは映させてもらおうかな。あまり外がバレないぐらいに撮らせてもらいます。ちょっとここからは小声で言わせてもらいますんで、よろしくお願いします。はい、まあここからだけなら、まあ、軽くこんだけ見せますね。はい、まあ私の YouTube の部屋から見るお庭ですね。まあここの広っ端がありますんで、そこのその部分でまあテント張ったりもできるようなスペースありますんで、焚き火はさすがにできませんけどね、まあそういったことができると思いますね。そういったレビューもできたらなと思っております。はい、ということで、まあ皆様のおかげで、このようなお家が買えるご身分になりましたっていうことで、あとまあ家自体もネタにしてますし、この家のこのスペースがこれから収益を生む部屋になっていくと思っておりますので、まあじゃんじゃんもっと頑張ってね、本当に10万人とかのレベルに早くなりたいんですよ。まあ、そうなったらまたそうやってまた家の DIY とかしていったりとかしてするかもしれませんし、まあ、そのためには皆様のチャンネル登録の方をよろしくお願いします。ということで、まあ面白い企画かどうか知りませんけども、まあ、こういう夢があるとは思います。やっぱそれなりにやっぱ家買うっていう一大イベントをこうやってこなせる、まあ収益一括で買うわけじゃないですけど、そういうことができるっていうことができますんで、皆さんもぜひ YouTube やってみたらどうでしょうか。ということで今日はありがとうございました。今後もよろしくお願いします。